今日の先発は原淳投手。4回に1点を失うものの、1回から3回までパーフェクトピッチング。ストレートも走ってたし、上にある変化球も、はい、このね、落ちる球もナイスピッチですね。さあ、そしてバックもナイス守備で盛り立てていきます。準決勝は5回69三三振を奪って1失点となっております。さあ、この後は原君のナイスピッチング期待していきましょうね。さあ、つば九郎の時間です。つば九郎空中くるりんぱチャレンジ。さあ、皆さん応援団のリズムに合わせて手拍子で空中くるりんぱ盛り上げていきましょう。応援団の皆さん、よろしく。さあ、おとといはこのヘルメットが前にいるスワクローにスポッとはまりました。さあ、みんないいリズムを作って空中くるりんぱ成功へと導いていきましょう。さあ、いくよ、スワクロー。オープニングシリーズ第3戦で決まるか、スポッとはまるか。全然上がんない。はい、一応一点検証しましょう。はい、お願いします。いつも以上にヘルメットを回していて勢いをつけていたんですけどね。